欧州連合の経済では、単一の国として見たときに、世界最大の経済規模を持つ欧州連合の加盟27カ国の経済について解説する。なお、世界銀行によると、欧州連合は2005年の世界の GDP 合、OK、計の30.3%を占めている。詳細は、ユーロ及びユーロ圏を参照欧州連合の公式の通貨は、ユーロであり、 欧州連合における全ての文書及び政策で用いられている。安定、成長協定では安定性と経済的修練性について財政面における基準を定めている。ユーロはまた欧州連合域内において最も広範に使用されており、ユーロ圏とされる欧州連合加盟17カ国で使われている。免除規定が適用されるデンマークとイギリスを除く、この他の加盟国では、 導入に必要な条件を満たせば、ユーロへの通貨切り替えを実施しなければならない。ただしスウェーデンは、例外が認められており、ユーロ導入の準備として適用される、欧州為替相場メカニズムに参加する時期や、参加の是非そのものを選択することができる。他の諸国は、欧州連合加盟条約において、ユーロ導入が義務付けられている。以下の表では、欧州連合及び、 加盟27カ国の GDP と人口一人当たりの GDP を後者の多い順に示している。この表から加盟国間での相対的な生活水準がおおよそ理解することができ、ルクセンブルクとアイルランドの水準が高く、ルーマニアとブルガリアは低いことが見て取れる。ルクセンブルク市にあるユーロスタットは統計を担当する欧州委員会の部局であり、 欧州連合全体の他各加盟国の GDP を毎年発表することで富の指標を示し欧州連合の財政、経済政策の立案、実施に寄与している。以下の表はユーロスタットによる2007年4月21日時点での統計で金額の単位はユーロ2007年の数値は見通しである。経済動向は国ごとに異なっており安定、成長協定は 欧州連合の財政政策を司る内容となっている。同協定はすべての加盟国に対して適用され、特にユーロ圏諸国に対しては財政赤字を GDP の3%以下に抑制すること、交際発行残高が GDP の60%以下であることといった義務が課されている。しかしながら比較的規模の大きい国の多くが、 タイ GDP で3%超の赤字を出して続けており、ユーロ圏全体としても、交際発行残高が対 GDP で60%を超えている。ギリシャとポルトガルを除くと、人口一人当たりの国民総所得の平均を下回っているのは2004年に加盟した諸国であり、逆に平均を上回っているのはいずれも2004年以前に加盟した国である。 以下の表では加盟国ごとの数値を経済規模の大き準順に並べたものである。背景色は欧州連合全体の平均値を上回っているか下回っているかを示すものである。また太字はそれぞれの最小値と最大値を示している。なおこの表は2007年4月に国際通貨基金が算定した数値を用いている。欧州連合の世界創生産額に占める割合は5部の 一で安定している。比較的新しい加盟国では力強い経済成長を示しているが、欧州連合全体では緩やかなものとなっており、フランスや特にドイツ、イタリア、ポルトガルでは成長が鈍っている。また、ベルギーやオランダも比較的低い成長率を示している。バルトの虎とも言われるエストニアやラトビアでは、 欧州連合や世界でも高い GDP 成長率を示している。加盟国と加盟候補国の人口と人口一人当たりの GDP の分布 EU27 カ国の平均と各国人口一人当たり GDP との比較を集。連合及びユーロ圏における経済成長率。2013年以降は IMF の予想値。東ヨーロッパの10カ国及び北ヨーロッパは 西ヨーロッパとは対照的に高い経済成長率を誇っている。特にバルト三国の成長率は目を見張るものがあり、ラトビアは11%の伸びを示しており、過去25年間での平均成長率が9%で、世界の経済成長を牽引している中国に劣らない数値となっている。この急成長の背景には政府による安定的な通貨政策や輸出志向の通商政策、 低いフラット税率や相対的に安い労働力といったものが挙げられる。欧州連合の成長を示す。現在の地図には大きな地域格差があり、大国は低成長に悩み、新しい加盟国は持続的でしっかりとした経済成長を示している。欧州連合27カ国の GDP は増加傾向にあるが、GWP に占める割合は減少傾向であり、これは 中国やインド、ブラジルといった国の台頭が原因にある。中長期的には、欧州連合の GDP 成長は、ヨーロッパ経済の中心であるフランスやドイツ、イタリア次第であり、また東ヨーロッパの新しい加盟国においても、後継期が継続し安定して成長することが期待されている。2008年のリーマンショック以降、欧州各国はマイナス成長に陥った。 その落ち込みからの回復の速度は国ごとに異なる。アイスランド、ノルウェー、スイスは EU には加盟していないが、それらの国の実質経済成長は概して EU の経済成長よりも力強いものとなっている。実際にはアイスランドは2008年に債務不履行となりマイナス成長となった。だが自国通貨アイスランドクローナが暴落し、それが輸出産業への恩恵となり順調に経済が 成長している。欧州連合は2007年から2014年にかけて、ゼロ成長となっている。米国の成長率は EU よりも高いが、スイスはそれを上回る成長を見せている。各国の実質 GDP スイス、米国ノルウェーアイスランド EU 欧州連合には、莫大な石炭、原油、天然ガス資源がある。欧州連合域内には6つの産油地帯があり。 特に北海油田は特筆される。イギリスの産油量は群を抜いており、この他にもデンマーク、ドイツ、イタリア、オランダも原油を産出している。原油市場では一般的な考え方ではないが、仮に欧州連合を単一の産油国とすると世界第7位の原油産出国となり、1日に342万4000バレルを産出している。しかし、 同時に、欧州連合は、世界、第2位の原油消費国でもあり、産出量を上回る1日あたり1459万バレルを消費している。欧州連合のすべての加盟国は、京都議定書を締結しており、欧州連合は、同議定書を強く推し進めた当事者の一つでもある。欧州委員会は2007年1月10日、包括的なエネルギー政策を初めて明らかにしている。 欧州連合は世界最大の輸出国であり、また世界第2位の輸入国である。域内における加盟国間の通称は関税や出入国審査といった障壁が除去されていることが推し進める要因となっている。ユーロ圏内では通貨の違いがないことが通称の助けとなっている。欧州連合による連合協定ではより広範な国との通商について、 域内での通称と似たような扱いを受けることができ、一部では穏やかなアプローチと言われ、対象国の政治に影響を与える。欧州連合では、欧州共同体が、欧州連合の2007年6月の失業率の季節調整値は6.9%であり、2006年6月の数値は7.9%であった。ただし、失業率は加盟国によって幅がある。 比較対象として、ユーロスタットによると、アメリカ合衆国は4.5%、日本は3.8%であった。以下の表は2007年6月と前年同期の各国の失業率を示している。EU 加盟国の若年失業率は、総じて高く、多くの加盟国で2桁の数字となっている。ギリシャやスペインでは、若年者の4割以上が失業している。EU 全体では、 約450万人の若年者が失業しており、そのうちの300万人はユーロ加盟国の国民である。EU 加盟国の若年失業率、欧州連合において、サービス部門は重要な位置にあり、GDP の69.4%を占めている。一方で製造業は28.4%であり、農業は2.3%にとどまっている。詳細は共通農業政策を 参照農業部門は共通農業政策という形態で欧州連合から助成を受けているが、この助成額は欧州連合の歳出の40の50%を占めており、これによって欧州連合における農家は最低収入が保障されている。この政策は保護主義的で貿易を阻害し、途上国に損害を与えているとして批判を受けている。いきない 第二の経済大国であるイギリスはこれに強く反発する国の一つであり、共通農業政策の大幅な転換がなければ、毎年の欧州連合への拠出金払い戻し制度の変更案を拒否し続けている。なおフランスは共通農業政策最大の受益者であり、また域内第三の経済大国であるが、同政策最大の賛成者である。欧州連合は巨大な観光地帯であり、 域外の観光客が訪れ欧州連合の市民も域内を旅行する域内観光は宣言協定やユーロにより一部の加盟国の市民にとっては便利なものになっており欧州連合のすべての市民は査証なしで域内を移動する資格がある国別に見てもフランスは国外からの観光客の目的地としては世界一であり続いてスペインが第2位 イタリアが第5位、イギリスが第6位となっている。欧州連合を単一の国として考えると、域外からの観光客は少なくなり、これは加盟国への観光客のほとんどが別の加盟国から旅行しているためである。欧州連合加盟国からは、世界有数とされる多国籍企業の多くが生まれ、世界規模での本社も置かれている。そのような企業には分野別で、 世界最大の規模を持つものもある。例えばアリアンツは金融業の売上高では世界最大であり、エアバス社は世界のジェット機のほぼ半分を製造している。AL フランス KLM は運行本数で世界最大の航空会社、アモリムは世界最大のコルク加工、製造会社、アルセロールミッタルは世界最大の鉄鋼会社、ダノングループは乳製品市場の世界最大手、 アンハイザーブッシュインウェブは、世界最大のビール会社、ロレアルグループは、世界最大の化粧品会社、LVMH は、世界最大の高級嗜好品コングロマリット、ノキアは、世界最大の携帯電話製造会社、ロイヤル・ダッチ・シェルは、世界最大のエネルギー資本、ストゥーラ・エンソは、世界最大の生産能力を持つ、パルプ、製紙会社である。欧州連合にはこのにも売り上げだが、 営業利益、市場占有率、従業員数などの指標で世界最大規模の企業が存在する。欧州連合に本拠を置く企業の多くがそれぞれの部門で世界上位10位以内に入っている。欧州連合の浮遊地域を比較することは困難であると言える。なぜならナッツマイナス1とナッツマイナス2は均質ではなく、例えばナッツマイナス1におけるヘッセン州や イルド・フランス地域圏のように広い地域もあれば、その一方で、ナッツマイナス1におけるハンブルクや、クレーター・ロンドンのような狭い地域もある。このデータを扱うにあたっては、クレーター・ロンドンのような一部の地域には、多くの通勤者の流入が問題となり、このため数値が名目的になってしまうのである。このため GDP が押し上げられるものの、その地域の居住人口は変わらず、 結果人口一人当たりの GDP が上昇することになる。このデータは欧州地域開発基金のような財政支援プログラムによって支援される地域を定義する際に使われている。ナッツの地域分類はほとんどが任意なもので方針や基準のようなものはなく、またヨーロッパ全体として分けられている。ナッツ -1 及びナッツ -2 の分類において、 人口一人あたりの GDP 上位10地域は、いずれも2004年以前の加盟国内にあり、2004年5月、および2007年1月に加盟した国からは一つも、入っていない。ナッツ規則では、ナッツマイナス1の地域の人口規模について、最小で300万人、最大で700万人としている一方で、ナッツマイナス2の地域においては、最小80万人、最大300万人としている。 しかしこの定義は、ユーロスタットではあまり尊重されておらず、例えばナッツマイナス2における、イルド・フランス地域圏の居住人口は1130万人とされ、一方で、ナッツマイナス1における、ブレーメン州の居住人口は66万2000人とされている。2004年における、経済圏、海15地域はすべてブルガリア、ポーランド、ルーマニアから入り、 最下位のルーマニア北東部の欧州連合の平均 GDP に比べて24%にとどまっている。その後ブルガリアのセベロザパダン、ユジャンツェントレイラン、セベランツェントレイランがそれぞれ欧州連合の平均 GDP に比べて26%となっている。欧州連合の平均 GDP に比べて75%以下となっている地域はポーランドが15、ギリシャとルーマニアが それぞれ8、チェコが7、ブルガリアとハンガリーがそれぞれ6、フランスとイタリア、ポルトガルがそれぞれ4、スロバキアが3、スペイン、エストニア、ラトビア、リトアニア、マルタがそれぞれ1となっている。投稿目内の GDP 成長率と GDP のデータは以下の IMF のリンク先のものを使用した。ありがとうございます。